Hello， 大家好，欢迎来到天空葡萄园，我是葡萄。今天来玩这款刚上架的手机游戏《永远的七日之都》。没错，它已经公测开放了，那我们就开始来玩它吧。哦。哇塞，他。哇，还好他有中文翻译。你是否有这样的感觉？看到一个陌生的情景，却好像又……我要选哪一个？一开始我要选哪一个？选好吧，是。既视感。嗯哼。你真的认为那只是错觉吗？也许吧，我不知道。你会为那些早已被遗忘的错误赎罪吗？好吧，做人还是要有所谓羞耻心，所以我应该要会吧。Oh my god！ 怎么？哇！怎么回事？外星人入侵哦！哇，还真的外星人入侵哎！哇哦！哇塞，这个好！我要现在复仇者联盟看过类似的情景。安托涅尔，黑门还在，我把声音打开，打那个开高一点好了。OK。彼らは本当にブラックゲートを破壊できるのか？亚洲什么？亚洲头背，这后面这个字，指挥使和安真的能够将黑门破坏吗？要找钢铁人吧。彼らを信じるしかないでしょ。事到如今，也只有相信他们。きっと大丈夫。我不要念剧情，他们有声优会配。傷は浅いから気にしないで。モンスターがどんどん増えてきてるから急がなきゃ。早くブラックゲートに侵入しなきゃ。拡大を止めないと。アントネーワさんが作った空間起点はこの先だよ。行こう。OK， 所以换我动了，对不对？好，那我一开始先来调一下东西。我一样用夜神模拟器在玩啊。那我一开始就调这样，好，是这样吗？哦哟。N 什么？然后走正哟。まさか緊張してるの？戦い方を忘れちゃったわけじゃないよね。初めての時、あなたは弱かったよね。冗談だよ。こんな雑魚に全力を尽くす必要ないでしょ。行くよ。等一下，我先调一个东西。哎、欸，停一下，暂停，回死，等一下，暂停一下好不好？暂停一下，回死，等一下，好。
啊，怎样？哇，怎么变大了？でっかいやつが出てきたね。私の必殺技覚えてる？タイムバックトラック。時間回溯。時間を4秒巻き戻せて、制限を解除して HP を回復するほか、周りの敵へダメージも与えられるよ。OK、这个吗？好。タイムバックデート。哇，所以现在是。要打他！打打打！嘿！やった！生命結晶がドロップしたよ。生命結晶を拾うと一定の HP を回復できるんだ。こっちこっち。あ、え、え。私ももう回復したよ。一緒に最後のバトルに向かおう。哇塞，这个女生我可以。好，那继。开始，等一下，他这个是什么？哦，这是技能哦。好，那我们点一下，这个给他点，然后这个。お掃除の時間だよ。好，这样。大好きだよ。大好き，哼。哦，这怎么回事？哇，这什么？哇哇哇，怎么回事？要被吸进去了！哇塞！哇哇哇哇！哦哦！来！哦哦！哦，好险躲开！哈哈哈哈！看清！哎，快闪快闪！哦，掉下来，没事。嘿，嘿，哈哈，嘿，嘿，打赢吗？哦，他要倒了，他要倒了。哦，怎么回事？哎，怎么？我不是打倒他了吗？哎，怎么？生命神器使得生命过低已确定，然后本次挑战记录是啊，我不是打赢他了吗？哎，奇怪，我刚刚没有打赢他吗？怎么回事？好奇怪哦。新数据从登录中获取心跳频率，等待资源读取，系统准备完成，时间设置为7天，随时可以启动。奇怪，我刚刚不是打死男之王了吗？为什么还是啊？世界重构，好奇怪哦！我刚刚不是打死男之王了吗？为什么还会怪怪的？世界重构开始，我也听得见吗 ？Wake up， 醒醒 ，Wake up！再不醒来的话，这个世界啊，哇，这是我。哦，起きた起きた。哇，哇哦，有种既视感，真的。他刚刚说既视感，我觉得真的有点既视感啊。この人弱そう。君が本当に私たちの隊長なの？ねえ、名前はなんて言うの？咦？为什么眼泪停不下来？我泣いてる。頭にコブが一つできただけだよ。すぐ治るから心配しないで。并不是因为悲伤，但我无法解释为什么会流泪，只能用力擦着眼泪回答。我的名字是啊，又要取名字了，太好了，这个我最喜欢。YouTube 可以这样打吗？
可以吗？这可以吗？超过八个字，好，果然不行。好，天空团圆就好了。好 ，OK， 天空葡萄园就是这个，就是我喽。天空葡萄园。変な名前ね。What？ 天空葡萄园好奇怪的名字。对，我也觉得 我名字取得蛮奇怪的。哦，ごめん、私少し言い過ぎちゃった。不会，我这个人不会那么计较啊。头好痛，到底发生了什么事？哇塞，这是什么黑洞吗？刚刚看到黑洞。簡単に説明するわね。はい。君は隊長選抜に参加して予想に反して合格したのよ。はい、そうですね。まあその後すぐ気絶したことも予想外だったけど。はい、すみません。指挥室、隊長。混乱するのも無理ないわね。だって会ったばかりの案に無理やり戦闘シミュレーションに押し込まれて中で散々いじめられてたもの。ああ、我干嘛乱叫啊？ Yes， 俺はすいません。君本当に調子悪そうね。シミュレーションの後遺症ってそんなに辛いの？不。我是男子汉，不会有什么后遗症的。え、記憶喪失なの？名前以外何も覚えてない。そう、困ったわね。シミュレーションに入ると後遺症が残る可能性があるって聞いたことはあるけど、本当に記憶喪失になった人を見るのは初めてだわ。谢谢，所以。特殊なのね。谢谢，所以你对我有意思吗？耶、yeah, ，愛してる。全然褒める話じゃないと思うんですけど、これからも何も覚えられないようだったらどうするんです？从刚才开始，你们到底在说什么？什么指挥室？我在这里做什么？改めて一から説明しなきゃダメみたいね。有什么想提问的呢？我想要知道，等一下，我想要知道他们的，我想知道你们的手机电话号码、你们的 FB、你们的 LINE， 然后可以的话顺便来订阅一下我的频道，然后如果可以的话，看见要不要跟我去吃晚餐之类的，这样会不会有点变态啊？关于交界都市，我们来看一下啊，交界都市。ここは境界線都市。啊哈。6ヶ月ほど前、最初の異界ブラックゲートがこの町に現れたのよ。ここからスタートして、どんどん外へ広がっていってる。世界各国が多大な犠牲を払って、ようやくブラックゲートとモンスターたちをこの境界線都市にとどめることに成功したの。他に知りたいことはあるかしら？ OK。然后关于中央庭。人気使いとは特殊武器を扱う戦闘専門家で、隊長は人気使いの手助けをする異能力者よ。OK。所以我是指挥使，所以我是为那些神器使就是提供特殊战斗补给的人嘛，对不对？中央庁は人気使いと隊長を管理し、彼らが異界のブラックゲートに対する作戦を続けられるよう手配する専門組織なの。哦，中央庭大概就是所谓那种类似指挥中心啊，对啊，就类似指挥中心。他に知りたいことはあるかしら？はい。然后再来说战术终端是什么？戦術端末は戦闘、能力強化、人気使いの募集など複数の特殊機能を備えた機械なの。哦。战术终端是用来战斗、强化召集神器使的特殊功能的机器，应该是强化的地方吧，就很像很多游戏的炼金术之类的。端末は一枚の専用端末チップで、ディスプレイがついている装置ならどれでも利用できるわ。はい。だから人によって端末の形や大きさが異なるの。Yes。他に知りたいことはあるかしら？
OK， 我已经没什么问题了。好，都已经看完了吗？已经没什么问题了。じゃ、単刀直入に言わせてもらうわ。君は私たちの救世主よ。啊，不要这样说，我不要这样说，我会害羞。ほら、そんな顔しないで。私たちは怪しい教派とか詐欺グループとかじゃないから。はい。ん？ごめんね。お客様のお出迎えに行かないと。あ、よし、どうぞ、どうぞ、どうぞ。あん、あとは頼んだわよ。イエーイ。イエーイ、好耶。わかりました。好耶、我跟他独处了、太好了。じゃあ、一度私と外へ出てみる？その方がいろいろわかりやすいと思うよ。OK、所以我要跟你出去看看吗？我想要在这间、我想要在这间病房看看就好耶。啊，就这样走了。哇塞，这个城市看起来空气污染非常严重。安托涅瓦被电话叫走之后，就由安带领着走出了房间。街中の黒い霧で覆われているところはブラックゲートに侵食されたエリアなの。哎，真的耶，我说它空气污染非常严重，所以说城市里被黑雾笼罩的区域就是被黑门侵蚀的区域了。哇！中にはモンスターがたくさんいる。异界黑门会随机出现，放出怪物哦。モンスターを退治してブラックゲートを破壊し、人間を守るのが私たちの仕事なの。OK、了解です。まずはこれを持って。はい。得到战术终端。光荣女仆安，这个就是我的第一只女仆嘛，对不对？获得新神器时，她就是我要战斗的角色啊。点击继续。哇塞，很漂亮哎！可以转一下。哦啊，不，为什么没得看了？天空，你的名字在上面。当たり前でしょ。私だって人気使いなんだから、アントネーワさんとは比べ物にならないけど。不要、我觉得你还不错的。如果你是黑长发，然后戴个眼镜，我应该会更喜欢。对，我喜欢黑长发又戴眼镜的。那也就是说，只要我需要，随时都能呼叫你吗？我觉得这，等下我觉得这段话有点色情哎、欸。各位，你们不觉得这段话有点色情吗？也就是说，只要我需要，随时都能呼叫你吗？这句话有点色情。哎、欸？まあ、私は大丈夫だよ。隊長の命令に従うのが私の使命だから。What？ 我还好，毕竟谁叫是女仆天子。哇靠，这个游戏好像有点超过了。でも無駄に人気使いを呼び出して、私以外の人気使いに殴られたって知らないよ。哇塞！人気使いにだってそれぞれの任務やプライベートの時間があるし、ブラックゲート破壊の任務時以外は君のこと相手にもしてくれないよ。OK。ここは中央庁、人間が異世界に対抗するための主要基地なの。全ての人気使いはここに登録されていて、この町を守ってる。境界線都市は異界侵略の最前線で、もしここが落ちたらブラックゲートは全世界に広がっちゃう。だから中央庁はこの町のほとんどのシステムを管理していて、トラブルが起きたらすぐに対処できるの。建立中央庁的一定很厉害吧。中央庁を創立したのはヒーローさんっていう方で、あなたが現れる前唯一の隊長だったの。ブラックゲート事件以来、人気使いたちを集めて黒い霧からこの街を少しずつ解放しているのも彼なの。今思えばワクワクする毎日だったな。初到崇拜的你就是非常坦率、让人觉得挺可爱的。何ニヤニヤしてるの？あ、すみません。あたりを案内するからついてきて。OK、ありがとう。ありがとう。
怎么回事？怎么回事？有黑雾笼罩，黑雾来了。この感覚、もしかして。来了吗？哦哦，此刻之间，周围的建筑仿佛被冻结在异空间一样，空气中弥漫着黑色的雾气。これはブラックゲートだよ。明明就是雾霾，这个应该是雾霾吧？好，开玩笑的。开启新交战区。哦，在那边。ゲートが中央庁に出現するはずないのに、早く状況を確認しに行かなきゃ。でも待って、私一人じゃ無理。せめてあと一人人気使いを見つけて戦わないと。还要再找一个队友。戦術端末を使って近くの仲間を召喚しよう。好 ，OK OK。吱吱吱，吱吱吱，为什么要吱吱吱？まずい。戦術端末の通信シグナルがジャミングされてる。誰とも連絡が取れない。今優先しなきゃいけないのは、手伝ってくれる人気使いを見つけること。あっちにいるみたい。白夜館、近くの森にあるよ。行きましょう。OK OK。白夜館、在这里。好。哇塞，这游戏还不错。哇。ようやくお客様がいらっしゃったようね。哇靠！请问一下，旁边那些是娃娃还是真的小孩啊？他旁边这是真的娃娃还是娃娃还是真的小孩？没有，我刚刚为什么停一下？因为我手机响了。看来是终于有客人来了。然后这个是什么白猫？这只猫是哪一种品种的、啊？白夜館へようこそ。私ここの主のかすみよ。お待ちしていたわ。はい、どうぞ。ここは記憶を集める場所。この世界のすべての記憶を保存している。はい。あなた、何か忘れていることがあるんじゃないかしら。我遺忘的什么？我想一下哦。我忘记七年前我的风之谷密码了。我除了自己的名字什么，我除了自己的名字什么都想不起来，还有我七年前我的风之谷密码。別に珍しいことじゃないわね。忘れることこそ世界を動かす重要な歯車なんですもの。人間として大切なことを忘れるのも仕方のないこと。何を忘れたのか。思い出せればいいだけのこと。相応の対価をいただけば思い出させてあげましょう。你想要对我干嘛？需要什么代价？その能力を持ってるのは私ではなく、あなたがくれる対価が持っているの。哦。必要なのはオパールという宝石。オパ！人間社会においてとても貴重で。美しい宝石、巨大な力を持っている。他说需要一，他需要，他说需要的是一种名为欧巴的宝石。欧巴，靠，这个这也太有，需要一个欧巴的宝石。欧巴，这宝石在人类社会非常贵重，但是非常美丽，有着巨大的力量。没错啊，因为欧巴嘛，都是一些韩国的明星啊。真的是巨大力量，没错。でも、あなたなかなか可愛いわね。今回はその可愛さに免じて無料にしてあげましょう。はい、OK。记忆记进入记忆唤醒记忆片段 ，OK。哦，要干嘛？点击开启记忆之甲，获取你的记忆片段。我可以打开别的吗？我一定要打开这个吗？这谁？キレイ、うちはジャーリア。えらい遠いところからやってきたで。哇塞，他，哇塞，这个我也可以。
OK OK， 哇塞，这个我也可以哦。这是什么？あなたの記憶よ、忘れられた記憶。OK， 了解です。可我根本不认识这个人啊，没关系，我想认识。なぜそう確信できるの？人は皆記憶の一部を忘れていってしまうの。たくさんの記憶を忘れる人もいれば、少しだけ忘れる人もいる。どうでもいいことだけ忘れる人もいれば、人生の運命に関わる大切なことを忘れてしまう人もいるわ。私から見るとあなたは後者みたいね。でも疑ってしまうのも仕方のないことかもしれないわね。私のことが信じられるようになって記憶を呼び起こしてほしくなったら、またここにいらっしゃい。OK， 现在离开白夜馆吧。OK， 好。